おはようございます。いきなりうんちしてる。山を見ながらのうんちは気持ちいいですか？昨日はですね、あれから太鼓の後、まあ、花火、まあ、雨の中なんかあったみたいなんですけど、音がねバン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 聞こえてて、けども外には出ずに、もう3人とも本当疲れ切ってて記憶にないぐらい爆睡してました。まあ、そんな感じで今朝の6時過ぎなんですけど、いやー、いい顔してるな、やっぱり朝の山。ああ、気持ちいい気持ちいい。まあ天候にもよるんですけど、その暑くなければ1時間ぐらい散歩行ってるんですけど、朝今日はどれぐらい行けるかな。昨日も散々見てきた景色なんですけど、なんかやっぱ全然顔が違いますね。朝のこの霧がかかってる感じとか、やっぱいいですね。ちょっと寒いけど気持ちいいね。何ここ、カフェ？クマ？あ、ほんまや。いや、そこの霧がかかってて霧ですね。あ、なんか霧じゃないか、あれ家や、煙やね、あれ。そういうことや。映ってますかね、あそこに家があって。そういうことは気持ちいいやろな。で、すぐあそこには氷河も見えますね。しめじ君はこのやっぱ芝生が好きなんで、アスファルトより芝生があるとテンション上がります。あんた昨日もいっぱい、あら可愛いねって言われてね、観光客に。よかったね。ここにも噴水があるな。これはもうこれ飲めないのかな、書いてへんから。あ、すごい可愛いな、ここマジで。ちょっと写真撮ろう。写真スポット。あ、ほんまや、いい感じ。はい、もうだいぶ上の方まで登ってきました。はい、朝のお散歩最高やな、楽しそう。こっち側は川があるんですかね。音が聞こえる、水の音がザーッと。しめじ大丈夫、まだまだいける？そろそろ引き返そうかって話になってんやけど、もう引き返そう。しめ、諦め。あそこでわがまま言ってます。帰りたないって。帰ろう、しめちゃん。もうストップ。あ、もうおしまい。ストレス、ストレスブルブル。しめちゃんもうおしまい。わかった。はい、帰ってホテルで朝食しよう。わかった、しめちゃん、ありがとう。というわけで朝のお散歩の後にですね、軽く朝食をとって、だいぶお疲れで、さっきもね、朝も寝てたんですけど、うんうん、ね、でも楽しいボーイだもんね。ちょっとこのあいにくの天気なんでね、グリンデルワルト、もうちょっとね、観光して山の方に行こうかなと思ったんですけど、もうジュネーブの方に帰るっていう方向にしたいと思います。で、途中でですね、ベルンを経由するんで、スイスの首都なんですけど、そっちの方ね、軽く観光して、っていう感じで、今回のこのスイスの建国記念日ですね、1泊2日の旅を終わりにしようかなというふうに思います。次回も出演お願いしますよ、イメージボーイ。じゃあねー、バイバーイ。